んにちは、コッコクル先生です。はい、ですね、今回は、このご祝儀袋なんですけども、この追いかけ梅っていうこの部分をちょっとやってみたいと思います。これはですね、ご祝儀袋のこの水引き飾りにもなるんですけども、これだけでね、髪飾りにもなったりするので、成人のお祝いとか七五三とかそういう時にお渡しすると喜ばれるようなご祝儀袋です。では一緒に作ってみましょう。それでは材料です。今回はですね、この外包みに印刷できる和紙70の灰白、これちょっと手触りがいいです。で、このこちら平板紙、七宝の時色、綺麗ですね、合わせたらこういう感じです。それと水引きとお好みの色で、はい、そしてハサミを準備してください。それでは、追いかけ梅を作ってみます。で、分かりやすいように最初はちょっとロープで説明します。はい、まず左の方を短めにしてください。で、くるりと回します。上にくるり回します。くるりと回して右の方、前から刺します。で、この手前にきます。はい、2個目ができました。次もう1回、これ同じことを繰り返します。手右側の水引きを前から入れて手前に出します。同じような大きさになるように整えてください。次4つ目、また同じように前から入れて手前に引きます。はい、これで4つの花びらができました。次5つ目です。5つ目は1回目の花びら前から通します。で、一度ちょっと引いてみましょう。全部、はい、そしたら次に4つ目の花びらの前から差し込みます。で、差し込んだらすぐ下向けて、で、この5つ目の花びらの上に出すようにします。はい、上に出したらこのちょうどこの真ん中になる部分に四角い形ができています。ここにこの前に出したのを上から下に通します。これで完成です。それでは実際水引きで作ってみたいと思います。まず右の方は短めに持って、ちょっと軽く全体しごいておいてください。軽めでいいです。で、ここで一度くるりと上から回すようにします。長い方が上に来ていますね、はい、で、ここで一度押さえておきます。次に右の方、前から差し込んで水引きの手前に引っ張ります。また同じように。で、ここでですね、もしも失敗していたら、こうやって離した時にこっちほどけたりしますので、こうやって離してもこういう形でキープしてるということはうまくいってるということなので、このまま続けてみてください。で、次もう一回、3つ目、同じように前から刺して手前に、4つ目、また同じように前から差し込んで手前に
引っ張ります。はい、4つできました。4つできたら1個目の花びらに前から差し込みます。はい、次この差し込んだノーツ、また4つ目に前から差し込んですぐ下向けます。下向けてこの5つ目の花びらの上向けに通します。はい、そうするとこの真ん中に四角ができてますね。星の形みたいですけど、中心こちらにこの先を上から差し込んで下に引っ張ったら完成です。綺麗な星ができました。それでは、先ほど1本でやりましたが、例えばこのように2本3本で作りたいなっていう時はですね、2本もしくは3本まとめて一緒に動きます。まずちょっと、はい、で短く持って、やり方は全く同じなんですけれども、2本一緒に丸めて、2本一緒に前から入れて手前に通す、はい、でここで中の輪外の輪というふうに整えていって作ってみてください。で作るときはですね、この先をずれていったりするんですが、通すときしっかりこう合わせておくと綺麗に作りやすいと思います。中外、でまた同じように中外、はい、1個目に帰ります。はい、で4つ目にずれた、前から入れて中、あ、すいません、外というふうに引っ張っていくと綺麗に整っていきます。で次中心2つ一緒に見えますか、という感じで出来上がりました。それではこの梅ができたらですね、こういう風に仕上げるには、まずこの中心、この星の形の中心ですね、こちらにペップをお好みで差し込みます。上からグッと差し込む感じですね。はい、差し込んでこの元でワイヤーで、ワイヤーもしくは紐でもいいですね。で留めて、今回はちょっとこのフローラテープでちょっと巻きました。でこの先は切って整えて、一番短いのに合わせればいいと思います。切って整えます。はい、でこのご祝儀袋のこのリボンにこうワイヤーでつけるような感じで、お好みでこういう風にリボンにしてみたり、もっとたくさんつけてみたりっていう風にアレンジできます。でこちら送った後はですね、こういう後ろのところにですね、どこでも構いませんが U ピンを差し込めば髪飾りにも使っていただけますし、他のラッピングにも使っていただけます。
いかがでしたか？ちょっと浮かれてます、はい。で今回はね、この追いかけ梅っていう梅のこの立体になる梅の結び方をやってみました。もうなんていうかな、ちっちゃいのをいっぱい作るのも可愛いですが、こうやって大胆に思いっきり大きいのを作れるのもこれのこの結びの良さでもありますので、なんか好きな色で思いっきり大きく作ってみるのは楽しいと思います。ぜひやってみてください、はい。でこちらで紹介しました材料につきましては、レディーリサ YouTube ストアにて販売いたしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。